どうもカピジンです。今回なんですけれども FF ヒーターについてちょっとお話ししようと思います。キャンピングカー乗りの皆さんはね FF ヒーターほとんど、車両についていると思いますけれども、これね、よし悪しもちょっとありまして、お話ししています。 FF ヒーターはねすごく便利でございまして、冬場とかですね寒い地方に行った時にマイナスになる場所とか、室内で FF ヒーターを入れてたらもうすごくねあったかい室内でね、いられるようになっております。僕が体験したのがね、岩手県の花巻温泉っていうところがあってね、そちらで、2ヶ月ほど滞在してた時に真冬行きましてマイナス17度まで経験しました。その時ですね FF ヒーター車に入れてましたんで本当中はポッカポカでね、暖かく過ごせたことがございまして、もう今はねもうあの冬ももう終わりに近づいてきて、九州地方の方だったらねあんまり FF ヒーター入れてない人は多いと思いますけれども、まだまだね、東北北海道等ですね、寒い地域の方は、ヒーター等使っている人も多いかと思います。だいたい一晩キャンピングカーの中で、FF ヒーターをつけたら、だいたいですねガソリンか軽油になります。ガソリンか軽油の使用で、僕の場合はボーダーバンクスなんで軽油です。一晩だいたいつけてね、1リッターちょっとぐらいかな、減る感じですね。なので本当ね、ガソリンとかも全然減りませんので、十分使えるんじゃないかなと思っております。またスキーとかですね雪山に行った時とかでも、滑り終わって帰ってきて、濡れたね服とか脱いでもね、すぐ乾くし、まあ、洗濯物もね、乾くような感じで、便利なところもあります。キャンピングカーボーダーを乗り出して今年の夏になったら9年になるんですけれども、9年になりまして FF ヒーターを使ってきた、経験をねお話しさせていただこうと思います。これね案外キャンピングカー乗りの方で FF ヒーター知らない人多いと思うんですよね。これからまた中古のキャンピングカーを探そうとか新車で購入しようという方がいらっしゃいましたら、こちら注意点頭に入れておいてください。まあ、先ほどいい点はね言いましたけれども、悪い点と申しますか、もうこれ使ってたら仕方ないんですけれども、僕いろいろですねネット上でFF ヒーターのエラーが出たとかですね、つかないとか起動はするけどまたシャットダウン的なモーターが回らんくなったりっていう経験ある人もいると思います。僕もその一人でございまして、大体ですね僕が車キャンカー乗り出して5年目かなそれぐらいの時にですね、急にね FF ヒーターが回らなくなったんですよね。僕の言ったら FF ヒーターなんですけれどもちょっと見てください。ダイヤルここですねエントランスの脇にあるんですけれども、これがね FF ヒーターのダイヤルです。この上押したら FF ヒーターが稼働するんですけども、まあ、これ今消します。でこの下は送風ですね、 FF ヒーターの吹き出し口から送風が出るようになっております。まあ、ほとんどこっちは使いませんけど、まあ、消しますね。で大体ですね僕このダイヤルのメモリいつもこれまあ、アナログなんですけれどもこの位置に合わせております。大体この位置がですね、大体20度から22度ぐらいの間かぐらいの設定ですね。これずっとね乗ってヒーターつけてるからまあわかるだけでございまして、本来初めて乗った人とかね、このアナログ式やったらどこが何度ぐらいなのかなっていうのがわからないと思います。まあ僕はだいたい20度から22度がこの設定ぐらい、まあ1ぐらいにしておりますね。でもねこちらのデジタルの方を、つけた方がいいです。デジタルの方がね設定もね細かくできまして、あと何時にヒーター入れたいとか何時になったらヒーターを消すとかですね、そういう機能がございますので、よかったらねこちらアナログじゃなくてデジタルに変えた方がいいと思います。ヒーターのエラーっていうのがね僕出たことあるって言ったんですけれども、これねなんでエラーが出るかって、まあいろいろ故障の箇所、まあ原因はあると思うんですけれども、僕がなった故障の一つ、これね皆さん知らないことがたくさんありまして、まずですねなぜつかなくなったのかって言ったら、この FF ヒーター最大の、まあ、落とし穴と申しますか、
この FF ヒーターっていうのはですね、エンジンかけてなくてもサブバッテリーで、ヒーターが稼働するわけなんですけれども、まあ、サブバッテリーももちろん、時間も限られております。でも FF ヒーターは一晩二晩つけるのは全然ね、バッテリーには問題ないんですけれども、まあ、ガソリンもねそんなに減らないんで、まあ、一晩あたり 1.5 リッターぐらいしか多分減らないと思います。それぐらい燃費がいいんでいいんですけれども、僕がですね以前東北の方でずっと仕事でね雪山にいたんですよね。その時に、ずっと1ヶ月間とか、まあ、2ヶ月とか、まあ、毎日じゃないですけどほぼほぼ、24時間ずっとつけっぱなしにしてたことがございまして、まあ、急にねそのエラーになったんですよね。こちらアナログなんでエラーっていう数字は出ませんけれど、エラーになりまして、でつけてもヒーターがつかない。何回か10回ぐらいやってやっといっバーッと突き出すかなって、また突き出したらなんか勝手に止まっちゃって、まあ、落ちるみたいな、まあ、切れちゃうっていうような感じの故障だったんですけれども、この FF ヒーターはですね、いい点もあれば悪い点、この悪い点っていうのが FF ヒーター自体に稼働時間っていうのが限られております、決まっております。僕の FF ベバストだったかな、ヒーターが確かボーダー入ってたと思うんですけれども、こちらのですね、稼働時間っていうのが中で計算されてて時間が分かるようになってるみたいですね。それでね、稼働時間っていうのがだいたい3000時間だったと思います。だいたいなんですけれどこれ間違ってたらごめんなさい、3000時間ぐらいで、で僕がですね、つかんくなって、まあ、修理に出したんですよね。修理に出して、メーター見てもらったら9000時間ぐらい回ってたそうです。なんで、まあ、ヒーター的にはすごい当たりのヒーターだったみたいで、オーバーホールして全部部品もね、違うところも変えてもらって、直してだいたい3万ちょっといったと思うんですよね。なのでね、この3000時間目安、だいたい5年から6年ぐらいホームページかどっかにも書いてたと思うんですけれども、ここ意外と知らない人がねたくさんいらっしゃいますので、本当に使わないときは FF ヒーターは消し取った方がいいです。はい、ずっと僕みたいにねつけっぱなしでね1ヶ月ぐらい過ごしてってねやってたらね、本当にもう3000時間あっという間にね行ってしまうので、この点だけは十分お気をつけください。はい、本当ね初めて僕が今言ったからそうなんだってね知ったと思いますけれども、まあ知ってる人もいるとは思いますけれども、 FF ヒーターですね、こういう落とし穴がありますので、ずっと、乗ってる間つけてる限り回るわけではありません。まあ、結論3000時間ですね、3000時間目安でございますので十分ですねお気をつけくださいませ。またですね、よかったらチャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。あまり参考にはならないかもしれませんけれども、参考になった方よろしくお願いいたします。これからもですねキャンピングカーと大衆演劇の、動画の方も出していきますので、各人、皆様方と、お会いできる日楽しみにしております。それでは次の動画でお会いしましょう。バイ。